はい、今回は LPGA 米女子ツアーの9月のスケジュールについて語っていきたいと思います。まずは9月13日から9月15日にソイハイムカップがバージニア州で開催されます。この大会はアメリカ対ヨーロッパの対抗戦となっています。2年に一度開催される団体戦となり、女性版ライダーカップとも言える大会になりますね。2年に一度となるのですが、実は去年にもこの試合が開催されています。というのも去年までは西暦が奇数年で開催されていたのですが、今年から西暦が偶数年での開催に変更となるので、今年は昨年に続いての開催となるようです。欧米対決となる大会のため、残念ながら日本勢の選手には出場権がありません。そして9月19日から9月22日にクローガークイーンシティ選手権がオハイオ州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ畑岡奈紗選手、勝みなみ選手、西郷真央選手、渋野日向子選手、吉田優里選手となっています。まだ先の試合となるので、エントリー状況が変動する可能性は十分にあります。そして9月27日から9月29日にウォルマート NW アーカンソン選手権がアーカンソン州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ畑岡奈紗選手、勝みなみ選手、西郷真央選手、渋野日向子選手、吉田優里選手となっています。まだ先の試合となるので、エントリー状況が変動する可能性は十分にあります。この大会は2012年に宮里藍選手、2018年と2021年に畑岡奈紗選手が優勝している大会です。畑岡奈紗選手、しばらく優勝から遠ざかっていますが、この大会は相性が良いところもあると思うので、優勝争いの活躍をしてほしいですね。またこの大会は LPGA では数少ない3日間競技となります。ただ3日間競技については日本勢の選手の方が試合の流れの作り方を得意としていたりするかもしれませんね。短期決戦となるので、初日から活躍をしていってほしいです。現時点での渋野日向子選手の出場試合の予定についてですが、ソイハイムカップは欧米対決となる大会なので出場資格がありません。クローガークイーンシティ選手権とウォルマート NW アーカンソン選手権にエントリー済みとなっています。8月は国内ツアーの明治カップに出場し予選落ち、その次のスコットランド女子オープンではスタート4ホール目で左の股関節に痛みがあり棄権、その翌週の全英女子オープンでは強風のコンディションに苦戦し予選落ちとなってしまいました。やはり気になるのは左の股関節の痛みですね。本人のコメントとしては、全英女子オープンの予選落ちで股関節の痛みの影響はないと話しています。もし本当に痛みはないとしても、やはり急に痛みが出てしまったことによる不安や怖さは拭えていない部分もあると思うので、無意識にスイングが振り切れていないという可能性もあるかもしれません。実際にスコットランド女子オープンの棄権の際には本人も怖いという発言をしていましたね。ある程度痛みが予想できる部分であれば良いのかもしれませんが、全く予期せぬ箇所に痛みが走ると誰でも不安になりますものね。全英女子オープンの予選落ちは残念でしたが、全英の翌週の FM 選手権にはエントリーをしていないため、しばらく間が空き、9月19日から開催されるクローガークイーンシティ選手権が次の試合になりそうです。リフレッシュや調整をしっかりできる期間があるので、次戦では再び活躍するプレーを見せてほしいですね。9月の渋野日向子選手の活躍が待ち遠しいです。引き続き応援していきたいと思います。はい、今回は LPGA 米女子ツアーの9月のスケジュールについて語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。